最初ちょっとゆっくり行きましょうか。はい、はい、じゃあ好きな時に水飲んでもらって。はい、大丈夫です。今晴れ日の日はすごいスタンバイあったり、かっこいい。ゲストはみんなピンマイクですよね。ゲストは有線マイクがあります。これやんなくていいんですよね。やんなくていい。わかりました。はい。370人。はい、ゆっくり来ます。10秒前。はい、出たらね。3、2、1。はい、皆さん映ってますか？こんばんは。グラストリームホッパーズ TV のお時間がやっと、はい、やってまいりました。やってまいりました。皆さんお待たせいたしました。というわけで、当番組の MC を務めさせていただくライターのローリング内澤と、そして、はい、同じく MC を務めさせていただきます、ファミ通ゲーマーズエンジェルの伊藤めぐみです。はい、お願いします。さあ、今ね、ちょっと見ると、はい、視聴者がですね、380人ぐらいですね。皆さん、ぜひツイッターでどんどんつぶやいて、はい、拡散してください。ぜひお願いします。はい、そうなんですね。で、ちょっとじゃあ、番組の説明を。はい。はい、グラストリームはですね、グラスホッパーマニファクチュアが、さんがお送りするインターネットの番組です。はい、で、本日はそのグラスホッパーマニファクチュアさんの、特設スタジオからお送りしていますと。はい、で、当番組はツイッターと連動してまして、視聴者の皆さんとコミュニケーションを取りながら進んでいくということなんですよね。はい、はい、とですね、うん、皆さんすでにフォローしてくださっていると思うんですけれども、うん、はい、はい、こちらですね、グラスホッパー、はい、あ、これは持ちましょうか。はい、すみません、ミファクチュアさんの、はい、ごめんなさいね、Twitter アカウントこちらです。はい、これです、これです。はい、はい、ですね、グラスホッパー日本語版がグラスホッパーアンダーバー JP、うん、英語版がグラスホッパーアンダーバー EN となっております。はい、はい、まだフォローしてない皆さんはぜひぜひいっぱいフォローしてください。はい、待ってます。お願いします。はい、でなお放送中はこの公式アカウントからですね、はい、番組の内容随時つぶやいていきたいと思いますので、はい、皆さんチェックしてください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、それで、はい、はい、とですね、番組では出演者さんへの質問や感想、うん、ツッコミなど大募集しております。はい、はい、はい、今皆さんがご覧いただいているユーストリームの画面右横ですね、はい、ツイッターのチャットバーがあります。チャットバーありますね。はい、そこで質問をつぶやいていただければ自動的にハッシュタグがつきます。これね、こちらですね、シャープグラストリームっていうハッシュタグが、はい、そのユーストリームの右横のチャットバーで、つぶやくとつくようになってます。これですね。なのでユーストリーム見ながらぜひ右横のチャットバーで、はい、皆さんいっぱいつぶやいてください。つぶやいてください。お願いします。はい、ぜひどんどん書き込んでほしいと思います。と、はい、というわけでですね、はい、ここでグラスホッパーマニファクチュアといえば、まあ、この人なしでは語れないですよね。そうですね。はい、それでは早速ご紹介します。はい、グラスホッパーマニファクチュア代表取締役の須田剛一さんです。来た、おー、おー、拍手。なんかすごいの来た。なんかすごいの来ます、来たぞ。なんだこれ。前に作ったの。はい、はい、あ、ちょっと待って、音聞かせましょうか。ちゃんとね、フルトブームなんですよ。ビーム型の本物です。はい、本物来ました。わっ、80万。わ、でもすごいですね。須田さん、じゃあぜひお書きください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、大事なもんですからね、80万ちょっと落とすとね、はい、大切に扱ってはい、お願いします。お願いします。ちょっと、はい、あれいいなぁ、ね、いいですよね、あれ気が入ってますよ。気が入ってますね。メチクロさんという方に作ってもらって、はい、はい、あれも世界に1個しかないんですか。そうです。はい、おー、有名な造形師の方に、はい、すごい、はい、素晴らしいですね。いやでもなんか内田さんちゃんとしますね。伊藤さんもいらっしゃって、なんか、はい、ちゃんとした番組みたいですよね。ちゃんとした番組ですね。すごい気合入ってる。ちゃんとした番組ですよこれ。自分でやっときながら弾きましたね。すごい、みんな本気出して、はい、
はい、で、そういえばですね、須田さん、はい、今日、はい、5月28日といえば、はい、ノーモアヒーローズ2のヨーロッパ版の発売日でございます。おーですよね。よいしょ。発売日おめでとうございます。あとはね、日本的には iPad の発売日ですけれども、あ、そうですね、はい、今日そうだそうだそうだ、はい、行列が、そんなことよりも、はい、そんなことよりもノーマーヒーローズヨーロッパ版、ヨーロッパ版発売日でございます、はい、で、あいつね、昨日の5月27日は、はい、先行でオーストラリアが、あ、そうだ、はい、オーストラリア版が発売しました。発売してますよね、はいはい、あと、はい、北米版はもう出てましたっけ。1月にも実はもう出ちゃってるんですよ。はい、結構出てまして、ね、はい、アメリカの人たちはもうガリガリ遊んで、あ、羨ましいですね、はいはい、いっぱい反響も来てます。北米版、あ、その反響ってどんな、あ、もうあの大体グレートっていう、はい、あ、グレート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 ゲームだっていう、はい、おお、はい、素晴らしいですね。結構メタクリティックでもいいスコア、あ、なるほど、はい、そうですよね、一時期92点まで来ましたね。あ、すごいですね、100点中、100点中92点まで来ました、ね、1000点中じゃないですもんね。そうなんです。100点中ですね。はい、100点中です。悲しいですね、悲しいですね、はい、もう100点中、はい、今ちょっと、まあちょっとだけ下がっちゃったんですけども、はい、はい、まあ点数は言わないですけど、あ、なるほど、まあ、ちょっとだけ下がっちゃったんですけど、まあでも92点ぐらいまで来て、そうなんですよ、ありがとうございます、ね、ヨーロッパ版、はい、ということで、はい、ここちょっとですね、ここで、はい、スペインで行われたノーモアヒーローズ2発売イベント用の映像をご覧ください。 あるんですね、はい、そんなの。これがですね、スペインの任天堂さんが、はい、主催してくれたんですよ。へえ、そうなんですよ、びっくりしたんです。はい、じゃあお願いします。皆さんこんにちは、スダフィフティーワンです。任天堂スペインの皆さんが素敵なパーティーをやってるということでですね、会場の皆さんに僕のメッセージを伝えたくて、今日こうやって東京からメッセージをお送りします。イエーイ、うん、まあ、もともとノーマーヒーローズシリーズの生みの親であって、今回はクリエイティブディレクターとしてノーマーヒーローズ2デスパレットストラグルで参加します。そしてシナリオも担当してるんですけれども、2はよりパワーアップして、今回はより感情的に激しい、例えば、日本のヤクザであったりとかスペインのギャングであったりとか、そういう激しい男たちの話を書きたくてですね、そしてトラビスはもう一度、サクセスして、もう一度頂点に追い詰める、そんな話を、僕は今回、このノーマーヒーローズ2そして Wii のゲームで表現したいと思いました。今日皆さん、多分任天堂スペインのパーティーですので、スペインの美味しいものがたくさんあると思うんですけれども、できれば今日僕もですね、そちらに行って皆さんと一緒に、パエリオを食べて、スペインといえばワインですよ、皆さんと一緒にワインを飲みたかったんですけども、ちょっとスケジュールが忙しくて皆さん行けません、ですけれども僕が、その場にいるような感覚でパーティー楽しんでください。アディオス、明日間に合うな。須田さんちょっと男前に映ってましたね。はい、かっこよかったです。ね、そうですね。ね、はい、ね、あれは、はい、どういう意図であれ作られたんですか？プロモーション用なんですか？あれは、任天堂スペインさんからそのパーティーで流す映像を作ってほしいと、はい、パーティー用の映像、はい、ですね。パーティー用なんですか？で、うちのディレクターの映像ディレクターの佐々木が、はい、気合い入れて作りました。作って、はい、おお、かっこいい映像仕上がった。かっこいいですよ、はい、あれ、でもあれ一般に公開するのって今回初なんですかね、普通に。どうなんですかね、多分でもね、YouTube に上がってんじゃないですか、ね、あ、そうなんですか、はい、へぇ、はい、結構見れるんですよ、まあ、また改めて ね、はい、この場で皆さんに見ていただきましょう、はい、ノーマーヒーロー2ね、遊びたいです、はい、遊びたいね、はい、遊びたいですね、遊びたい、遊びたい、ね、遊びたいですよ、遊びたいです、パッケージありますよね、はい、パッケージですよね、はい、はい、これね、ほらこれアメリカ版です、はい、はい、これがアメリカ版、そうですね、北米版のパッケージです。ヨーロッパ版のパッケージもまたちょっと違うデザインになってると思うんですよ。あ、そうなんですね。まだね、うちに届いてないんですよ。はい、あ、そうなんですね、はい。もうちょっとお待ちいただければ。わかりました。はい、まあ、もしくは皆さん、Amazon とかでね、うん、UK の Amazon とかで買っていただければ。そうだそうだそうだ。ね、そうですね。買いますからね。はい。はい。で、輸入版も買ってほしいですね、はい。はい。ちょっと遊びたいんですけど、はい、遊びたいなぁ、はい。遊びたいなぁ。いいですか？じゃあ今日特別に。本当ですか？遊んでもらいましょうか。ありがとうございます。本当ですか？伊藤さん遊びますか？いいですよ、いいですよ、どうぞ、じゃあ用意しちゃいました、見てる方にすいません、はい、はい、いいですよ、はい、見てる皆さんにはただ残念ながら、はい、伊藤さんが遊んでる姿だけを、はい、見ていただこうと思います、はい、はい、で、どんな面白いアクションゲームになってるかっていうのを、はい、ぜひ想像していただいてですね、はい、はい、ちょっとね、画面はね、ちょっと、はい、まあ、もろもろの事情とか大人の事情がありまして、はい、伊藤さんが遊んでる、そう、リアクションを、はい、おお、緊張しますね、なんか
サンタデスト、それからそうですね、ある建物に入りました。はい。はい、おお、あ、来た。かっこいいなー。トラビス。さっきのビームカタラ。あ、はい、あ、来た。今ね、ちょうどね、トラビスがね、ビームカタナを抜いたとこですね。抜いたとこですね。今、ちょっと操作説明的なチュートリアルですね。おお。あ、来た来た来た。あ、結構賑やかですね。ね。うわ。これ、これ、ちょっと、ちょっとこの画面でチュートリアルが出てます。あ、はい。すごいな。実はヨーロッパ版で、前回はリモート版と同じだったんですよ。はい。で、レーティングが違う、レーティングが、あ、そうなんですね。今回のオーバーヒーローズ2ヨーロッパ版はアメリカと同じレーティング、はい、US レーティングと同じなので、血がちょっと出てます、血用の。そうですね、結構発売されます。ドバドバって出ますね。そうですね、はい、はい、ちなみに